本田技研工業株式会社フットボールクラブは日本の静岡県浜松市を本拠地とする日本フットボールリーグに所属する社会人サッカークラブ。故障は本田 FC であり以下の文章からは基本的に故障で表記していく。1971年本田技研工業の創業地でもある浜松製作所に置かれた浜友会サッカー部を母体として ホンダ技研工業サッカー部として総部。ホンダ本社のサッカー部という位置づけであるが、直接的な運営には、トランスミッション製造部内に設立された、ホンダ FC 事務局のスタッフが関わっており、チーム代表もトランスミッション製造部長が務めている。実業団ながら、地域密着型クラブを標榜し、株組織も有している。ホームスタジアムは、同式宅と田町にある。 ホンダ都電サッカー場で JFL 以外のクラブも含め日本国内で数少ないクラブ自身が所有する自前のスタジアムである。チームのシンボルマークは浜松の H とホンダの H が重なり合い、当時の浜松一人であるツバメと雄大な演習などの波をかたどったデザイン。マスコットキャラクターはチームのシンボルマークでもあるツバメをモチーフとしたパッサーロ。 過去に2度 J リーグクラブ化の構想があったが、いずれも実現していない。社員選手に関しては、試合のない日は、午前中は、ホンダの正社員として、トランスミッション製造部に勤務、午後からは、フットボーラーという生活を送っている。一方、プロ契約選手に関しては、日本サッカー協会が定めた規則に沿った契約を、せずに、 ホンダが独自に社員の扱いで契約を締結しており、他クラブから期限付き移籍してきている者も,も含めたプロ契約選手全員が総務課に席を置いている。ホンダの各事業所にはそれまでも同行の資を集めたサッカー部は活動していた。社員に共通の話題を提供し、社員の意識を強化を図り、士気を高めるという目的で言えば、埼玉製作所の野球部や、 鈴鹿製作所の野球部がすでに実績を上げており、浜松製作所でも当初野球部をという声も出たが、すでに埼玉と鈴鹿に野球部があること、そして何よりも静岡という土壌を考え、サッカー部創設が決定した。まず監督、保、崎き翔君首相、も月修二の浜友会のメンバーを中心に、1971年春新入社の 関東大学リーグ経験者を大量に加え、それまで浜友会が所属していた静岡県リーグ2部西部リーグからスタートを切った。翌1972年には瞑想銀の中心選手だった桑原克義が日本サッカー協会の幹部長沼県に届かれ銀行職を捨てて競技のチームに加入。桑原は 翌1973年にプレイングマネージャーとなり、桑原を中心にチームは強化された。2002年から2010年代前半まで2010年代、後半2020年代 JFL に在籍する実業団形態のクラブの中では唯一株組織を保有しているクラブでもあり、小学生を対象にしたスクールと U-10,U-12,U-15、U U-18 の各カテゴリーのチームを持っている。かつては女子チームも保有していた。特に U-18 チームは2004年度2007年度の日本クラブユースサッカー選手権大会、2009年度の J リーグユース選手権大会等の全国大会に出場した実績を持つ。また U-18 チームと U-15 チームは 年間を通したリーグ戦に参入しており、2021年、現在の在籍リーグは U-18 チームが静岡県リーグ B リーグであり、U-15 チームが東海リーグとなっている。主な下部組織出身の選手を以下に挙げる。1954年にホンダ技研工業。 浜松製作所浜友会サッカー部として創部された浜松製作所時代から続くトランスミッション製造部のクラブである。このクラブが本社側のクラブである本大 FC の母体となっている。同じ社内に本社側のチームが創設されて以降も長らく東海リーグに在籍し、その後静岡県リーグに在籍していたが2012年県一部で 年間成績再開となったのを最後にリーグを脱退し活動休止。なお、存続時は、ホンダ FC の OB も、選手や指導者として在籍していた。現在のサプライヤーはアンブロ。かつては、アディダスやディアドラなどがサプライヤーであった。インタビュー、リンダロー今の僕を作ったサッカーへの感謝の気持ちをし、長谷川監督とのエピソードも。 クラブ公式ツイッターアカウント2019年10月2日19時55分のつぶやきよりありがとうございます。